オギや、ハギのオギが、開け。パンドラの箱アンタッチャブル TV、富士テレビ系、で、デヴィ夫人から共演 NG にされていると告白。番組がデヴィ夫人にこの事実を確認すると、バイキング、同局系、で、共演したことを振り返り、ロケバスの中で、私の後ろの方に座ってたんですけど、声が大きいのかボン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 。 何かをおっしゃってたんですけど非常に欧平な感じがした、と、小木の態度について明かした。その後誤解は解けたが、芸能人同士の共演 NG にはいろいろな理由があるようだ。そこで今回は10ケラ30代の女性100人に、共演 NG だと聞いて驚いた芸能人について聞いてみた。四角第3位は、コンビで、南海キャンディーズ山里良太山崎静ず大。 三位は南海キャンディーズの山里良太と山崎静よ静よ。山ちゃんこと山里と静ちゃんこと山崎は、静ちゃんが山里と青い優の間を取り持ち、恋のキューピッドになるなど今でこそ関係は良好だ。しかし、4月期放送のキー・エヌ・ジー・アンドブス高橋山とシクストーンズ森本慎太郎主演ドラマ、だが、情熱はある、日本テレビ系、でも描かれていたように、 ブレイク直後は、しずちゃんが女優として活躍するなどピン仕事が増えたことに山里が嫉妬。一時はコンビ仲がギスギスしていた。2022年、八方陣の内法政の黄金列伝。日本テレビ系に南キャンが出演した。最山里は当時いろいろな嫌がらせをしずちゃんにしていたことを明かししずちゃんから共演 NG を出されていたという。 コンビなのにどうやって仕事していたんだろうと驚いた24歳女性。そこまで関係悪化しているのにコンビを組んでいるのがすごいと思ってしまいました38歳女性主婦。コンビなのに共演 NG なんてなんでコンビ解散しないんだろうと思った34歳女性主婦。めっちゃ嫌い。相性いいと思っていた30歳女性。営業販売。 相方なのにと思った23歳、女性。公務員資格第2位は怖い極楽トンボ加藤浩二岡田純一。第2位は極楽トンボの加藤浩二と内田淳一、淳一。岡田は2019年放送のスッキリ日本テレビ系に映画ザファブルの宣伝で出演した際、アクションの話題となり、マックの加藤を相手に実践することになった。 岡田は素早く加藤の首をロックし、加藤は失神寸前。それがトラウマになったようで、加藤は同番組に岡田と CM で共演した何わ男子の西畑大我が出演した際、本当に、怖いよ。もう会いたくない。岡田くんには一生会いたくない。と、ローラし、共演を拒絶していた。純粋にあの加藤浩二が NG を出すのがびっくりした、32歳。 女性、営業販売。初めて知って意外だった。なぜ NG なのかが気になる。16歳、女性、学生フリーター。オ田ダ淳一を嫌がる理由がなさそうだから32歳、女性事務職。締め落とされそうで怖いと思わせた岡田くん強い38歳、女性総務人事事務。びっくりした。理由が知りたい。33歳、女性、主婦。 接点があまりないからイメージが湧かない27歳、女性学生フリーター資格第1位は有吉博之黒柳哲子。第1位は有吉博之と黒柳哲子、哲子。有吉は2022年放送の有吉いい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 テレビ東京系で黒柳の話題が出た際に俺なんてクソババあって呼んでから NG だよ。 と共演 NG になっていることを告白。有吉は、トンネルズの石橋貴明にそそのかされて、そう言ったと振り返り、言わなきゃよかった、と反省していた。お互い大物芸能人なのにびっくりした、15歳、女性学生フリーター。黒柳哲子さんて共演 NG、何いるんだからと驚きました。勝手にいろいろ想像してしまいます。31歳、女性。 黒柳さんは人の好き嫌いがなさそうだと思ったので驚いた39歳、女性主婦。大御所同士なので仲良いと思ってた22歳、女性営業販売。なんで共演 NG なのか理由を知りたい、23歳、女性。総務人事事務。普通に仲良い感じのイメージがあった31歳女性。 有吉さんは相手との距離感がしっかりされていると思っていたので怒らせることもあるんだなぁと驚きました36歳、女性主婦。新旧バラエチクイーンのベッキーと若月千夏も、共演 NG だと聞いて驚いた芸能人。第4位以下はこちら。